効果の章、守護の説、卓上の鬼神。同盟軍を破り、ミルディン大橋を制圧した帝国軍は、名手クロードの本拠デアドラを制圧すべく準備を進めていた。先生はクロードのことを覚えているかしら。どんな印象だった？そうね、その作詞ぶりは今でも健在よ。彼は渾身の策でレスター諸侯同盟領を帝国軍から守ってきたの。同盟領は当初から新帝国派と反帝国派で真っ二つに意見が割れていたの。けれどその裏でクロードは全諸侯を取り持ってまとめ上げていった。二つの派閥の勢力を均等にした上で互いに被害が増えないよう示し合わせ、小競り合いを終始演じることで帝国の介入を最小限にとどめてきたのよ。よくもそんな危うい方法を実行に移したものですな。白氷を踏むがごとき策、一歩間違えば同盟が崩壊しかねないというのに。それはさておき、エーデルガルト様、リーガン領侵攻を急ぐべきかと。どうやらそのクロードがまたよからぬことを企んでいるようでして。クロードが？領とデアドラの人の出入りがにわかに激しくなっています。戦いの準備を進めているのは無論ですが、他に何やら策があるのではと。早急にデアドラを落とすべきではないでしょうか。デアドラ、通称水の都、海に浮かぶ攻めにくい都市ね。リーガン領の奥深くにあるせいで直接兵を向けられないでいたわ。けれどミルディン大橋をようやく落とせたことで状況は変わった。帝国から兵站線を伸ばすことなくリーガン領に攻め入れる。リーガン家、そしてクロードは反帝国派の同盟諸侯の旗印。リーガン家を滅ぼせば諸侯は雪崩を打ってこちらに着くでしょう。そのためにもデアドラ陥落という事実が必要不可欠なのです。気楽に言いますな先生、貴殿はあの者をどう評価していますか。新しき名手クロードは世間ではこう呼ばれているのですよ。頭脳を戦わせれば負け知らず、卓上の鬼神と。先生、嫌になるわね。やるべきことは山積みなのに、次から次へと問題が発生して。たまには甘いものばかり食べて一日ゴロゴロしていたいわ。本当に嬉しい申し出ね。まあ絶
対ヒューベルトに止められて実現しないからやらないけれど。今は無理でもいつかはゴロゴロ。今笑ったわね。そんなに私がゴロゴロするとおかしい？笑いながらだと全く説得力がないわよ先生。まあいいわ。それより伝えたいことがあったの。その改まって言おうとすると少し照れくさいわね。ありがとう。あなたのおかげで私は私の道を進める。きっと私一人だったら心の余裕を失って冷徹で非情な皇帝にでもなっていたわ。あなたが私の隣にいてくれるおかげで私はエーデルガルトでいられるの。今まで誰一人として私自身を超えて私を指揮できる人なんていなかった。私と同じ目線に立って皇女だとか皇帝だとかを気にせずに対等に話してくれる人はいなかった。私は孤独だった。暗い闇の底から一人で立ち上がった。あなたはそんな私に刺した眩しい光だったのかもしれないわね。何度見ても血の気が引きますね。人の血が流れるのは。あれ言ってませんでしたっけ。とにかくもうこの上なく面倒ですけど。先生、私昔よりずっと多くの言葉学ぶ。しかし聞く読む先生感謝します。頼みを聞く余裕はあるか。よくやってくれたな。いや、俺たちは少しでもや。ああ。よ。なあ。お願いしてもよろしいですかな。まったく。ああ、いらっしゃい。
またいつでも来てくれよ。いらっしゃい。また来てくれよな先生。クロードか。あの年の生徒とそれに常識にとレアさんともデミトリオとも別の意味で敵。さてな。クロードそれレアさんともさてな。そういやよ。あの5年前あれからし今回の同盟なのでエーデルガルト様。あんた頼まれてくるのか。お願いしたいことがあるんですが。兄さんったら。今節は出会う。ねえ。近頃は多く我々に故にこのガルグマクを。そういえば、実は彼は今、一度だけ神妙に謝罪されたの。一体何なのかしら。いや、ふと思うことがあるのだ。あなたの生徒でなかったら先生はこんな風に考えることはないか。ああ、それこそ時を待つ。どうだ。先生、ただの疲労です。体力不足でした。そうです、ごめんなさい。このような時倒れて本当ごめんなさい。先生、気遣い注意するくれました。私聞かないでしたから。仕方なくありません。私の話聞く願いますか。先生気づいているかもしれませんが、私フォドラ来た理由、留学違います。帝国の人質でした。ブリギット反抗させない目的の。私の喉元刃突きつけ、私の祖父帝国言うこと聞かせました。人質ですから負けるいけません。命失わず戦い勝ちます。私ブリギットの立場よくし、帝国対等の関係築きます。それこそ一族の、私の祖父ブリギット王の願いです。私の願いですか。わかりません。一族の願い叶える、それ私の願いいけませんか。願い、自分見つけるもの。わかりました。いえ、わかりません。わからないことをわかりました。だからこの戦争終わるまで何か掴んでみせます。必ずです。
兵に。聞けたものじゃないかもしれませんが、まあ全員で歌えばわかり。先生、何変えようか。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。ねえ、なあ。おお、ありがたい。新帝国派であるグロスター、同盟を守り続けてきたクロ、新たな策で対応される前に貴殿に頼みがあります。貴殿に頼みがあります。もらっておきます。助かりましたよ、先生。どうにか新帝同盟、新たな策です。もらっておきます。助かりましたよ、先生。どうにか新帝同盟、新たな策です。勝つために奴がど何を隠そう、密かにキレンがいな、何かに疲れでも。敵に情けをかける余裕はない。これも未来。これも未来。死なずに済んだか。
死なずに済んだか。一方で私ずっと過激だとしたら悔やまないよ。くそクロードのやつ、くそデアドラ見てろよ。水上都市でどうせ行くんなら戦争なんかじゃなく女の子と二人での旅が良かったですね。え？みんな自分の命が惜しくないのかなと思ってね。なぜ死ぬまで戦うのか、どうして殺すことにためらいがないのか。僕は苦手ですよ、血を見るのも命を奪うのも。この前の戦いでも僕のせいってわけじゃないですけど、率いてた兵を死なせました。戦いは僕らに有利に進んでたし、敗北を悟って引いてくれたらいいのに。最後の一兵卒まで戦う勢いでこっちにも被害がね。一矢報いればそれで満足なんですか？命あっての物種とは思わないんですかね。そうですよね。何なんですかね、あれ。名誉とか大いなる目的とか、自分の後に続く者たちのためとかで死ぬ、考えただけで恐ろしい。僕には向いてないですね、戦い。そう言ってくれるのはありがたいですけど、戦いの方からやってくることだって多いですしね。こうやって先生の指揮で日々戦いに備えてるのだって、僕自身が望まぬ戦場で死なないためなんですから。お、大きく出ましたね先生。でもなぜか信じたくなる。本当に不思議な人ですよあなたは。あ、でもそれならついでにお願いしてもいいですか？僕は殺し合いをして血なんて浴びたくない。寝転がってただのどかな木漏れ日だけを浴びてたいんです。それが許される世の中にしてほしいんですよ先生。そうだな。これは素晴らしい料理ね。
デートの店に出しても恥ずかしくないくらい。まだこのなんだ。
ういう積み重ねも大事よね。聞きたいんだが。聞く相手を。先生。懺悔していたの、私の愚行をね。それであなたにも懺悔したかったからいいかしら。あなたにはこれまでも散々迷惑をかけてきたわよね。男に振られるたびに仕事はすっぽかすわ。あなたにも当たってしまうわ。私ってどうしようもない女なのよ。はあ、このままじゃ一生独り身だわ。あたくし、先生もそう思うでしょ。同性のあなたから見てもそうなのよね。あたくしもうダメだわ。あたくしの何がいけないっていうのかしら。もしかして顔？女は顔が命っていうものね。歌姫として一世を風靡した私の顔がダメってことはない気がするけれど。そうよね、この私の美貌に問題があったら大変なことよ。それならまさか性格、私の性格に何か問題が？沈黙は肯定の意よね。そう、先生もそう思っていたの。確かにちょっとだけだらしないかもしれないわね。私ってちょっとだけ怒りっぽいし、ちょっとだけ物臭だし。でもそういうちょっとだけダメなところがあった方が男にウケるって聞いたわ。実際そういう子ほどいい男を捕まえてる気がするし、ダメなところがまだ足りないのかしら。もっとダメにした方がいい？私な、何よそんな急に真顔になって。私ってそんなにダメ？協力してやりましょう。え、頑張りましょう。ねえ先生、とても。経験が糧となったな。先生、もっと私の歌を聴いてくれ。どうだね、この天魔も喜び舞う歌声は。周囲と合わせろなどと、とんだ無茶を言う。
身についてきたみたい。もう少し上達したいところだが。どう？成果を見てくれる？この力、体が勝手に覚えてくれるわ。戦場で学ぶことに私進化成長です。目指す境地はまだ歌姫だった頃も。先生、いつかと言わずすぐに極めてみせよう。
いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。血塗られた道、私が切り開きましょう。戦場に立つ以上、覚悟はできている。戦いが終わるまで私は止まらぬ。ださて、どう攻めましょう。掃除に行くぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。戦場を広く見なくて。先制奇襲、有利を思います。何度戦えばいいのかしら。ここ許しはいらない。これが戦いだ。敵に情けをかける余裕はないのだ。嫌な音と。いいぞ、皆の士気も上がる。化けて出てくんなよ。これも未来のための一歩。許しはいらない。これが戦いだ。
戦い、すべて大義のためです。皆を導かなくても。ま、地獄でまた会おうぜ。何はしない。未来のために悪くない。邪魔はなくなりましたな。穴を開けてやったぞ。その息よ。皆を導かなくても。いらっしゃいます。こちらですね。ありがとうござ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 います。またのご来店。戦場を広く見なくても、彼らの死を無駄にはしない。先制奇襲、有利思います。あと何度戦えばいいのかしら。戦いに終わりなんてあるのかしら。さて、どう攻めましょう。眠い。眠っちゃダメだ。アドラステア構成、マイル。立ち下がる者は必ず掃除に行くぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。血塗られた道、私が切り開きましょう。自慢にはなりません。戦場に立つ以上、覚悟はできている。時間を使いました。これで邪魔はなくなりましたな。力を求めてきた結果に
悔いは。その息よ。生き残るように立ち回らなきゃな。俺の方が強かった。それだけだ。我が命に変えても陛下に勝利を。狙い通りに進められているね。何においても勝つのが大事よね。導かなくて。穴を開けてやったぞ。狙い。そろそろ出陣の時間ね。用意はいい？頼もしい返事ね。相手に好きだけは見せないで。クロードは軍略もそうだけれど、彼自身にも注意を払わなければいけないわ。彼は魔球フェイルノートを扱う弓の名手。倒すのは困難を伴うでしょう。リーガン家に伝わる英雄の遺産よ。フォドラ実血の一人が使った弓ね。先生はフォドラ実血の伝承を正しく知っているのかしら。人が作り出した武器である英雄の遺産を、セイロスが実血を殺して集めたことを、力ある王だったネメシスを、セイロスが人間を操って打ち倒したことを。それはセイロス教団が広めた偽りの歴史。本当はただ争ったに過ぎない。人の上に立つのが人なのか、それとも人ならざるものなのか。結果はセイロスが勝った。白き者とその眷属がこのフォドラを支配したの。なぜそれを知っているかって、代々の皇帝に伝えられてきたからよ。セイロスに操られ協力した人間というのが帝国の初代皇帝なのだから。あなたが解放王ネメシスと同じ天帝の剣を持っているのは運命なのかもしれない。その剣を手に歴史をねじ曲げようとする者たちに立ち向かうという運命。ガルグマクより出陣の気配あり。
か、予想よりも早いな。ミルディン大橋を奪われたのは痛手だった。先生が生きてたのもか。それにジュディットのやつ、死にそうになったら逃げろと言っといただろう。ったく、俺のせいで人が死んでいくな。それでどうすんだ、尻尾巻いて帰んのか。家にようナーデル、下手な冗談はやめてくれ。俺を慕い、俺を信じる同盟の連中がどれだけいると思ってんだ。まあそうだろうな。ということはな、あれか。ああ、あれをやる。頼んだぞナデル、デアドラに攻め寄せた連中の度肝も派手に抜いてやれ。上昇ならずとも腐敗を誇ると謳われた我らの強さ、思い知らせてやろう。あとは先生、あんたを見極めてやらなきゃな。なんだ先生か。すみません、全然気づかなかった。最近よく会いますね。あ、もしかして俺に気があるなんて。嘘です、冗談冗談。露骨に嫌そうな顔しないでくださいよ。で、何の用です？あの子はその辺で引っ掛けたんですよ。ちょっと楽しく遊んで別れようぜって。そしたらあの子意外と俺に入れ込んでたみたいで、いやー困った。何言ってるんです先生、このくらいの遊びが一番気楽でいい。ま、先生がどう思おうと態度を改めるつもりはないんですけどね。ほら俺、こんなろくでなしでも一応紋章持ちの貴族なわけですし、重たい遊びはしないようにしてるんです。厄介事を呼び込んでくるだけですから。いずれは黙ってたって適当な相手と結婚させられて落ち着く予定ですしね。そういえば先生は自分が紋章を持ってるって知らなかったんですよね。なるほど。まあ傭兵だったわけだし、わざわざ調べるってこともないか。貴族の家に生まれた子供は大抵紋章を宿しているかすぐに調べられますね。俺たち実血の末裔ってのは基本的には紋章を持ってないと家を継げないんですよ。どうしても紋章持ちが生まれなければその代ばかりは諦めますけど、基本的には紋章持ちが生まれるまで当主は子供を産ませ続ける。で、そうして生まれた紋章持ちが次の当主になって同じことを繰り返す。わかります？平民の女の子たちにとって俺みたいなのは格好の獲物なんですよ。そう言われてもな、貴族になり上がるいい足がかりとでも言えばいいんですか。紋章を持った子供を産めればそいつが次の当主になれるかもしれませんからね。ま、血も薄まった今じゃ生まれるのは兄上みたいなやつばかりでしょうけど、昔から紋章持ちってのは人から妬まれると同時に求められるもんです。俺は俺の血の価値を俺なりに理解してる。嫌になるほどに自由な生き方なんてとっくに諦めた。妬まれるのにも求められるのにも慣れた。俺たちには自由に生きる権利なんてない、そう思ってました。そうですね、傭兵として紋章を持ちながら紋章と無縁に生きてきたあんたを見てると妬ましくて憎らしくて
殺してやりたいとさえ思いますけどね。なんて、そういう影のある男とか女の子に受けると思いませんか、先生。あんたに頼んで正解だったな。ミルディン大橋より北進する帝国軍は、新帝国派のグロスタール家領を抜け、反帝国派の旗頭であるリーガン家領に侵入。名手クロードが待ち受ける領都デアドラに攻めかかろうとしていた。いよいよお出ましか。やれることはやった。ここからは互いに札を出し合って、最後は力比べだな。クロードは市街を封鎖して軍港に陣取っているようね。ならばわざわざ市街から攻める選択はないですね。ええ、クロードの考えに乗るようで気に食わないけれど、軍港を奪取し市街への入り口を抑えればデアドラは制圧できるわ。各自そのつもりで進軍なさい。軍港からデアドラの市街へとつながる門は3つあります。全てを確保すればたやすくデアドラを制圧できましょう。戦場を広く見なくても。今の私の舞台はこの戦場。さて出番だ、パルミラの精鋭よ。
帝国軍の横っ腹をついてやれ。同盟が恐れるその牙と爪、今だけは同盟のために使わせてくれよ。任せとけ坊主、ナデル様の無敗伝説に今日また一つ武勇伝を加えてやら。あの旗と軍曹、パルミラ軍やってくれたわね、クロード。偽装ではありませんな。あの将、パルミラのナデルという男です。急ぎ対応しなさい。特にパルミラの竜騎兵に注意して。やっぱり先生もいましたか。厄介ですね。よっ、終わった。ごめんなさい。あと何度戦えばいいのかしら。さて、どう攻めましょう。血塗られた道、私が切り開きましょう。知った顔でも手加減はしませんよ。この戦い、勝たないといけないので。アドラステア皇帝、参る。ピシテア、残念ね。あなたのような才女が勝ち目のない戦いで命を散らすなんて。まだ負けるとは決まっていません。勝負です、エーゲルガルト。もう疲れました。殺すつもりなら早く殺してください。ただし化けて出ますので、そのつもりで。ほんと散々な人生でしたから。私を誘ってくれるんですか。どうせ同盟は終わりです。あとはもう先生とエーデルガルトにかけるしか。私にはまだやるべきことがあります。先生、よろしくお願いします。おっしゃー、行くぜ。死ぬ覚悟はあんだろ。死にてえやつからかかってきな。さすがの活躍。戦場に立つ以上覚悟はできている。先生奇襲有利思います。掃除に行くぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。眠い、眠っちゃった。増援はまだ続きそうですな。せめてあのナデルを討ち取れれば。化けて出てくんなよ。Thank you.
分だけ引きこもってやる。時間を使いました。穴を開けてやったぞ。運も実力のうちだぜ。私のこと忘れたわけじゃないでしょ。見逃してくれないかな。ヒルダ、なんで逃げないんだよ。死ぬまで戦うとからしくないだろ。嫌な音と感触だよ。戦いに終わりなんてあるのかしら。敵に情けをかける余裕はないのだ。今は少しでも力が欲しい。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。これも未来のための一歩。
さなければ生き続けられないもの。強っ。強かった。それだけだ。我々は抵抗する気はありません。どうかこれをお渡ししますので、死骸には攻め込まないで。もともと死骸に手を出すつもりはないわ。狙いは同盟軍とクロードの首なのだから。積み重ね勝利します。また生き延びられた。また報酬を与える必要があるかしら。破れるできません。負けるかよ。戦場に身を置くこと34年、無敗を誇る我が武勇、とくと味わえ。さあ頭も使うか。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。私が負けるわけにはいかない。悲しいけど。今の私の舞台はこの戦場。来てたらまた会おうぜ。パルミラの将は撤退に追い込めた。これ以上の増援はなさそうね。
しはいらない。これが戦いだ。私は止まらぬ。久々の再会が戦場とは泣けるね。俺は負けねえ。なんで策ならず。レスター諸侯同盟領の命運、我が野望と共についえたりだ。あとは任せたぜ、エデルガルト。いい世の中にしろよ。な、皆の者、勝ち時をあげなさい。デアドラは我らのものとなったわ。ディアドラは陥落して、同盟は瓦解した。名士もこの世を去ったわ。クロードが同盟にいる限り、反帝国派は彼を担ぎ上げようとする。犠牲を最小限にとどめるためにも彼だけは撃たねばならなかったわ。ただ終わってみれば、全て彼の手のひらの上だった気もするわね。彼がいなくなった後の同盟がどうなるか、それがわからない彼ではないはずよ。リーガン家を除くほとんどの諸侯の領地は無傷で残り、帝国の支配下に組み込まれる。民の暮らしが荒れることもないし、無駄な血が流されることもない。それがクロードの望みでもあったのかしら。もちろんデアドラで彼の策にはまって私が死んでいれば、結果は全て逆になったでしょう。無傷の同盟軍が帝国へとなだれ込む。クロードはどちらに転んでもなるべく平和に近い道を選んだのかもしれないわ。エーデルガルト様、
デアドラの接収完了しました。同盟の事後処理については予定通りベルグリーズ博にお任せします。あれ、親父も来てんのか。西へ東へ大忙しだな。我らはこのまま大修道院へと戻り、次なる王国との戦いに備えましょう。ええ、ありがとう。皆のおかげで同盟との戦いは一応の決着を見せた。まだ油断はならないけれど、当面は対王国の戦線を強化していくわ。教団の戦力が加わった王国軍はかなりの難敵であることは間違いない。これからも皆の力を頼りにしているから。さあ凱旋よ。よっしゃー、俺凱旋行くぜ。戦いが終わりに近づくのは嬉しいわね。ただ激しくもなりそうなのよね。王国軍セイロス教団不足なしです。当たって砕きます。粉々。砕けますじゃないのか。合ってるはずなのに微妙に釈然としない。まあ先生がいる限り負けはないですよ、どんな相手でもね。多分怖いですって怒ってますって。でもあの白き者の姿になるのってずっとは難しいんでしょうかね。そうね、ずっとあの姿でいられるならいくらでも修道院に飛んでこられそうよね。おそらくは非常時に備えて取っておく必要のある力なのさ。希望的な観測だが、いずれにせよ相手が大司教でも白き者でも我々は止まれないのだ。未だ半分されど半分、間違いなく前進しているよ私たちは。我らの歩みを止めることなど誰にもできませんよ。